ございます。どうも、おはようございます。本日はね、いつぞやにエントリーした、モンスター甲子園、誰の、うるせえな、このゲーム。あれがあれしたということで、モンスター甲子園のあれがあれしたということで、今回結果はね、これ、モンスター甲子園2020、オータム。中間結果の発表が行われていますという、私の、未知なる遭遇、スピルバーグちゃん。非常に練習ではね、もう敵を一切寄せつけることなく、もう呂布よ、あれは。赤兎馬に乗った呂布のごとく、敵を皆殺しにしていったわけなんで、当然優勝しているんだろうけれども、その中間発表があるということで、今回それをね、見ていこうと思います。この下にね、この大会結果一覧っていうのがあるんですよ。これを見ることで、優勝を確定させることができると。これですね。で、見ていきましょう。出場モンスター対戦結果。さあ、いかがなものか。どういうことやねん。なぜ負けた。これね、ちょっと調べたのよ。ちょっとさっきちょろちょろっと7秒ぐらいで調べたら、多分ね、10回戦か11回戦を勝ち上がることで、ベスト8に入ると、決勝トーナメントに進出できるということなんで、5回戦ということはもう半分、もしくは半分以下なんですよ。半分すらいけてない。半分ってわかる？みんな。50を 50%。半分。半分折り返しもいってないんだよ。あいつあんなにドヤ顔で敵を倒してたのに。ただ半分って言ったらポケモンで言ったらさ、どこだ？玉虫ぐらいじゃない？玉虫シティ？一定山吹だな。山吹のシルフカンパニーが、もう甘く見積もってシルフカンパニーを。そう、まだラプラスはもらってない。シルフカンパニーは入ったけど、カードキー時刻で迷ってるところへん、今。そういうことだろ？もう誰に負けたんだって話なんだよな。で、まず1回戦。中華一番。これ多分、ライライだよな、これ。もう俺の勘では。このプルポイ君の中華一番は、まず、ツインショーダで、内臓を圧迫骨折ということで。2回目、このアイモード。アイモード、これどこだ？これアイモード。昔のドコモだな。まだフクロウがなんか、マスコットやってた時代のドコモだな。このアイモードを、これもぶっ殺したと。NTT に買収され潰された、この K カズキ。アルバイト KK。K カズキのアイモードを、電波障害にしてぶっ飛ばしたと。J フォンかボーダフォンによって、ぶっ殺した。通過かもしれない。それで2回戦突破して、それ3回戦。母子キングサム。母子キングサムって何？母子家庭の王様なのかもしれない。父親が女作って出てって、で、母子家庭は今シングルマザーなんかいろいろあるじゃん、ドキュメンタリーとかで。しんどいですみたいな。3人4人子供いてしんどいです。そりゃしんどいだろっていう。でもそういう母子家庭の多分トップに君臨してるんだと思う。8人ぐらい子供がいるんじゃないか。8人子供がいてシングルマザーを選ぶという、もうキングだよ。母子キングのサムさん。母子キングのサムさんを、ぶち飛ばすと。てめえみたいなもんはもういらねえと。早く新しい男を作れという、そういうね、背中を押すという意味で母子キングサムをやっつけて。ブリーダーね、近寄らないでっていう。男をあてがったけど男を嫌いになってしまったっていうね。この辺の矛盾から多分俺らがつける隙があって3回戦も突破したと。で、次4回戦、マンボウよ。これ誰だろうな、マンボウって。もうわかんねえよ。マンボウに関するなんかネタが何も思いつかないというね。ナツルのマンボウも、マンボウってどの辺の深さにいんの？あれ、深海魚ではないよな。何なんだろうな。マンボウの情報一切持ち合わせてないんで、よくわかんないんだけど、マンボウを、沖に上げぶっ殺したと。ということで、最後、この5回戦。私。ここでアイデンティティバトルよ。私に負けた。P177 の私に負けたんだよ。私ってお前誰なんだということで、こいつの正体を暴き、はい、今回も、ボンレス君と一緒、弔い合戦です。ではご覧ください。はい、皆様お待たせしました。出てきました。暴きましたよ、私。サイバー能力によって。私、P177、ダックンです。あんなよ、おめもう変な雪山で捨てられてた、使用期限切れたノリでくっついたガングに負けたんだよ。おかしい。宇宙からの侵略が負けるはずがない。私、おお、なるほど。なかなかいい能力。いい能力だね。でも、こう、え、でもすげえな。力命中
回避をこの領域に持ってって、ライフ、ああでもこんなもんか、そう、丈夫さを完全に切って、で回避を、回避800ってさ、これ激狩りにしたらさ750でいけるんじゃ、あ750だ、ダメなのか、そうそう950以上にはなるけど999にはならないから800乗っけないとダメなのか、 1.25 するとすると、だから800に上げてんのか、そういうことが実数で取ってるから今回、なるほどね、今やっと分かったわ、これは確かに強そうだな、でも技の隙があるんだよ、まあオート で近づいて、あと自爆食らったら終わりなのか、何がいいんだろうな、34のダックミサイルはないから、どこがいいんだろう、遠距離じゃない、うわドリブルダンクとか覚えてんじゃんこれ、それは大丈夫だろ、あんな効かねえだろ、うん、そうそう、それでいいんだよ、自爆がやべえ、自爆食らったらやべえぞ、あ、そうなの、全然大丈夫、さあポンケン来い、ちょお前いつまで水飲んでんだよ、おい宇宙人、お前の技、そう当てろ、なんで当たんないんだよ、何がどうなってる、あ対局は使うだよ、ツインじゃねえ、ポンケンを使え、おかしくないかこのゲーム、おかしい、やっぱりおかしい、何かがおかしい、なこんなことある、これ絶対おかしいぞこのゲーム、そういうこと、結構硬えな、もう一発で、なんか命中低くない、やべえやべえやべえ、撃て、いいか気にせず撃て、対局、ここで対局で、バカ者、こういうことか、わかりました、今上がったね、完全に上がったね、今負けてないよねこれ、これテクモに負けたんだよ、このなんか変なお人形には負けてない、ちょもう一回やらして、すげえムカついて今、これ家帰ってきてすぐやってんだけどさ、ちょすげえムカついたわ、もう一回やらして、完全に勝ってたじゃん今、手数的に勝ってたよ、あんなことあってはならない、最初は対局を使わないんだよ、まあこの辺はいいよ、自爆さえ食らわなければなんとかなる、まあ、全然大丈夫、え、こっからだからなんかね、なんかおかしい、何かがおかしいんだよねこの辺、みんなおかしいと思わない、まあこれしょうがない、こっち、おいよいよ、でそのじゃそれじゃねえんだよ、それじゃねえんだよ、ツインじゃない、それじゃねえんだよ、もうそういうこと、こういうことね、もう終わっちゃったんだけど、ごめん、この動画終わっちゃったんだけど、これ何分なってる何分の動画になってる、だから実質これで俺決勝に行ったはずなんだよな、おかしいな、まあちょっともうやることなくなったから、まあ、このスピルバーグ君でちょっとまあ何戦かやっていきましょうか、鎧エビ、なるほどね、まあ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 じゃない、ディフェンス固めでちまちま当てて、まあ、判定で勝つといったところでしょう、ということでね、このゲームの近況報告していきたいと思います、え、もうね皆さん薄々感じてるかもしれないけど、もうこのゲームだいぶ飽きが来てるよね、まあ、正直、まあ、伸びしろがあんまりないんで、リメイクなんで、まあ、ぶっちゃけもあんまやることないと、でまあ、一つ残っている内容としては、S ランクの野良モンを、まあ、皆殺しにするっていうのが一個残ってたんだけど、それもねもうね取り終えてはいるのよ、ちょっといろいろあって強くねえか、ちょっといろいろあって時間がかかったんだけども、取り終えてる、でそれもまあ編集というほどでもないんだけど、俺の編集はもうただ切ってくっつけるだけっていうね、切り張りを、もう作って遊ぼうレベルの切り張りだから、ワクワクさ、今日も編集してよ、ゴロリが出てきたな今、まあ、この程度の編集なんで、まあすぐ終わるとは思うんだけど、まあ、いかんせんね、編集ってね内容じゃないのよ、モチベーションなのよね、あの AVI ユーティルを開くところからもう始まってるわけ、まあ、その辺に多少のこう疲労感を感じで、俺あれなんだよね、よくさ、なんだこいつ、おい、なんかさっきムカついた顔と似てるな、こいつを皆殺しにしていきましょう、まあ、結構普段はまあ、月に1回ではないけど、割とこう友達とかとね外飯行ったりしてたんだけど、もう本当にねこのコロナになってから1回も行ってないの、3月ぐらいから怖いから、今もその辺ちょっとストレスが溜まってるっていうのもあって、でそんな折にね1月ぐらい前かな、
高校のやつらと結構仲良くて、ほんと高校のグループラインがあるんだけど、オンライン飲み会しねえかみたいな。は？オンライン飲み会しねえかっていうのがあって、オンライン飲み会をねしたんです、初めて。 LINE でね結構できるんで。でね、まあまあみんなまあ忙しいんで、東京とか行ったやつもいるし、関西に残ってないやつも多いから、そんな中でもね、何人、結構9人ぐらい集まったんだよね。まあでもその9人も一堂に会したわけじゃなくて、入れ替わり立ち替わりで、で俺もちょっと次の日早かったから12時ぐらいに抜けたんだけどね。やっぱいいね、あれでちょっと、あれでちょっと俺のメンタルは回復してたところはある。やっぱ面白いよ。でなんか一人ね、あのテレビ局のなんか下請けの下請けの下請けの下請けみたいなとこで仕事してるやつがいて、まあ、そいつとちょっと喋ってたんだけどね、やっぱコロナの影響やばいらしいね。俺なんかは今もう、まあ、サラリーを辞めて自営業でやってるから、まあ、一人でね、まあ、そんなにあんま感じない業種なんで、コロナの影響は。前も話したかな、俺ラストオブアースの時喋ったかもしれないな、この話。まあ、特に影響はないんだけど、もうそいつなんかやばいらしいよ、もう。テレビ業界も結構やばいと。情報入ってきてて、まあ、どこも大変なんだなと。だから本当にね、俺が知らないだけで、このグループライン40人ぐらいいるんだよ、当時の高校のクラスだから。まあ、連絡つかないやつとかもいるんだけど、つかないやつとか、俺死んでる可能性もあると思うんだよね、この冗談抜きで。それぐらいのことじゃん、コロナって。なんかね、ほんとちょっと一回この落ち着いた時に顔を合わした方がいいなとはちょっと思ってる。ほんとほったらかしになってるやつとかもいるから、連絡つかないやつもいたんだよ、ほんと今までついてたのに。それはそのただ俺たちと喋りたくなかったのが、本当に連絡をつくことができないような状況になってるのか分かんないからね。もうある種の震災みたいなもんよ、今ほんと。経済的に、その事業的な話で言うと、まあ、そういう話をしたって、こうかなりね、まあ、弔い合戦からかなり暗い話になってしまったんだけど、まあみんなは元気かな。この動画見れて、こんな動画見てるやつ多分相当平和だろ。あまたある動画の中で、このゴミレベルが高いこの動画を見てるような人たちは多分相当平和だと思うんで、まあ、みんながね、平和になれるように、僕もね、これからまた仕事を頑張ろうと思いました。頑張ってんじゃねえか、スピルバーグ。ちょっと見ない間に。全部勝ってんじゃねえ。ほら、もうね、やっぱ耐久があるからこっち。効かねえんだよ。強い。なんで負けたんだろうな、でもほんと。あとそう、決勝トーナメントのメンツ見たけど、ほとんどメタルナーだったね。まあまあ、そうなるわな。なんか一匹犬が紛れ込んでた記憶があったけど、あの犬なかなかやるじゃねえか。ということで今回、ノウサギを買ったところで、この動画終わろうと思います。ありがとうございました。ごきげんよう。また会いましょう。